はい、皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今日は新年第1弾としまして、またまたスノ AI の新しい GPTs、 これを作らせていただきましたので、皆さんに無料で使ってもらおう、そんな風に思って発信をしております。画面を見てください。スノ AI に関連する GPTs を先日から2本作りまして、今日は一番上の3本目、このようになっています。スノー AI 専用歌詞ビルダー、これはですね、とっても人気でしてですね、今その横に509チャットというふうになっていますように、たくさんの人が使ってくれています。そのうちの9ぐらいだけを僕が使って、あとの500はですね、ユーザーさんの方でこの GPTs を使ってくれているということになります。 GPT ストアができる前から大人気です。そんなこんなで進んできましたけれども、ほとんどの皆さんもスノー AI に自分で歌詞を作る、もしくは GPT に歌詞を作ってもらう、もしくは僕のソフトを使ってもらう、こんな形でですね、歌詞を入れてたと思うんですが、先日その上にありますスノー AI プロンプトジェネレーターというのを作りました。これはなぜかと言いますと、スノー AI にも歌詞を上手に作る機能があるんです。中には、え、英語の歌詞しか作れないんじゃないの、そう思っている方はブブーです。スノー AI はちゃんと日本語歌詞もうまく作ってくれるんです。それをですね、うまく作ってくれるためのプロンプト、これが緑色のアイコンのスノー AI プロンプトジェネレーターでした。そしてワンセクションができましたら、例えば2番3番、これをですね、どうやって作ったらいいでしょうか。それを考えて僕が開発したのが3つ目の続きの歌詞専用ビルダー、ちょっと名前がダサい感じもしますけれども、これを今日は発表させていただきます。これを使う前にスノー AI プロンプトジェネレーター、これの方でまずワンブロック作っていただきます。その時はスノー AI のプロンプトを手伝って、こういうスターターがありますので、それを押してください。4つの項目に対して質問をしてきます。作りたい曲名、曲名だけじゃなくても全体のイメージでも大丈夫です。そしてジャンルですね。ポップスとかロックとかそういうのです。そして主な使用楽器。例えばピアノ曲とかですね。バンドスタイルとかそういうの。そして男性ボーカルか女性ボーカルか。そういうことを答えていただきます。はい。お正月のお祝いというタイトルで J-POP でピアノ中心の女性ボーカル。このように書きました。これを送ります。はい。このように黒いコードエリアというところにプロンプトを書いてくれました。そして僕が英語が苦手ということもあって、下には日本語訳を出してくれるようにしてあります。皆さんのためというより自分のためと言った方がいいかもわかりません。日本の歌詞を作成してください。テーマはお正月のお祝い。ジャンルは J-POP でピアノを中心とした楽器構成で女性ボーカル用です。これでよろしいでしょうか。ということで、この黒いエリアのコピーコードを押します。そしてスノー AI の方に来ます。そうしましたら、今皆さんが上手に作ってらっしゃる方は、ここをカスタムモードというふうにして歌詞を入れている方が9割ぐらいおられると思うんですが、今回のこのやり方はですね、スノー AI に歌詞も書いてもらうということが前提ですので、このソングディスクリプションのところに貼り付けるということになります。はい、このソングディスクリプションは100文字程度しか入れられないということもありまして、僕のソフトがうまく100文字ぐらいに収めてくれるように英語を書いてくれるようになっています。これで作っていきましょう。この方式のいいところはですね、歌詞が2通りできます。自分で作ったら同じ歌詞で違う曲ができるんですが、これはですね、歌詞も2通り、そしてタイトルなんかも場合によっては
付け替えてくれるということです。今回もお正月の歌というのと初春の祝いというようなタイトルに提案してくれました。まず聞いていただきましょう。明けましておめでとう。じゃあ2曲目も確かめてみましょう。正しい年は始まる前に心に希望の花を咲かせましょう。温かい笑顔が運ぶ幸せ。初春の日差しに包まれて祭りの鐘が響く愛しい音色。私たちの心を一つに紡ぐお正月の祝いの色とりどり飾り付け。幸福の祈りを込めて踊りましょう。はい、こんな感じにできました。あれ、ということは歌詞が自分の思うようにならないということですか？こんなような疑問が湧くと思います。いえいえ、そんなことはありません。ここでですね、リミックスというのを押すとですね、左側にちゃんと歌詞が来ましてですね、これを修正する、そういうことができるようになっています。ですからここで最後のところで踊りませんか、こんな風に変えてみてもう一度クリエイトをするという風にすれば、自分の思うように歌詞を変更したりということができます。でもリミックスですので曲調は同じような形に作れるということです。お分かりいただけましたでしょうか？そうしましたらこの曲でいいやと思ったらですね、 Continue from this clip、 これを選択します。そうしますと画面の下にこのように Continue from ということで、ここに今の楽曲が入りました。この続きを作るということです。この時に今回の僕のソフトの面白い機能というのはどういうことかと言いますと、この続きの歌詞専用ビルダーですね。これはこの使い方を教えてというふうにすると、ちゃんと説明も来るんですが、今日は僕が解説していますので、僕の解説を聞いてください。そうしましたら、ここでですね、歌詞をコピペする。この今できたこの歌詞をコピペするということですね。ここでだけじゃなくていいですよ。このできた曲のここですね。これをピューッと引っ張って、このようにしてコピーをしてもらう。これが一つです。それだけじゃなくて、テキストファイルからというの。これはまあ、あんまり使いません。でもですね、この曲のここ、共有があります。ここでクッと押していただくと、クリップボードに URL がコピーされるんです。それを貼り付けていただく。このように貼り付けて、はい、こんな感じで、この続きというふうに書いていただくだけで、この続きを作ってくれます。いわゆる GPTs がこの URL を見に行って、歌詞は歌詞、スタイルオブミュージックはスタイルオブミュージック、タイトルはというふうにページの中を分析してですね、引っ張ってくる。そのようにプログラムをしています。今、ブラウジング機能で分析をしています。このようにですね、初春の祝いということで、ピアノ中心の J-POP スタイルで女性ボーカルの曲ということがちゃんと理解してるわけですね。そして歌詞をこのように引っ張ってきてくれました。そしてこの歌詞の続きをどのぐらい提案すればいいでしょうか。
特に希望のスタイルやテーマがあれば教えてください。ここで例えば3番まで作ってスタイルはそのまま、こんな風に回答をします。この提案でよろしいでしょうか、という風になりました。バースコーラス、そしてまたバースコーラス、このようになって、最後アウトロとインストゥルメンタル、このように回答をしてくれました。今日は時間の加減上3番までは作りませんが、これをまずはコピーコードでコピーします。そしてスノ AI の方に来ます。はい、ここで continue from がちゃんとこのようになっていることを確認してですね、歌詞を今提案してくれたものに切り替えます。先ほども言いましたように、本来ならば3番まで分割して作っていくところですが、今日は時間の加減上ですね、まず2番まで作りましょう。この部分は消します。そしてコンティニューをします。はい、出来上がりました。この頃のスノーはまたアップデートされて良くなってますね。パート2を作っている時はパート2というのが出てくれるようになりました。じゃあまずこれを聞きましょう。歌詞はこんな風になっています。しなしの朝、光が差し込む希望の幾つ、冷たい空気に差し込む希望の一手、冷たい空気に白い息を見ながら歩む新しい道、輝く未来へ希望と笑顔のメロディー、心はい、ちょっと切れてしまいましたね。こういう時はどうすればいいでしょうか。もう一度作り直します。ちょっとやってみましょう。はい、作ってくれている間にいらなくなったものは消しておきます。消すのはこの低評価ボタン、これを押すと消すことができます。じゃあちょっと確認をしてみましょう。新年の朝、光が差し込む希望の一部、冷たい空気に白い息を見ながら新しい道、輝く未来へ希望と笑顔のメロディー、心躍る青春の調べ、手を取り合い歌いながら新しい年歓迎しよう。はい、2曲目を聴いてみましょう。新年の朝、光が差し込む希望の息吹、冷たい空気に。はい、このような2つでしたが、僕は上の方の曲の方がいいと感じましたので、この続きをまたやります。はい、continue from this clip。
このようになりました。そしてですね、先ほど作ったこれですね。これのうちのアウトロとインストゥルメンタル。これをコピーして、ここに貼ってエンディングを作りましょう。まあ、ヒントとしては、このように書くと、エンディングだけ歌なしで作りやすいです。アウトロ、インストゥルメンタル。キーワードですから、よく覚えておいてください。自分で手打ちするにしても、これは使えます。はい、じゃあ上の方を聞いてみましょう。はい、いい感じにフェードアウトしていけるようなエンディングを作ってくれました。これは DAW とかでフェードアウトをするととってもいい曲に仕上がると思います。じゃあ下側の提案を聞きましょう。はい、二つ目の方はもう DAW でフェードアウトをしなくてもちゃんとうまく収まりましたね。ですからこれの方でフルソングを作りましょう。三つの点を押しまして、そして Get Full Song、 これを選びます。このフルソングというのはクレジットを消費しないで作れるので安心できますよね。じゃあこのフルソングを聞いていただきましょう。新しい年が始まる前に、心に希望の花を咲かせましょう。温かい笑顔が運ぶ幸せ、数週の日差しに包まれて、祭りの鐘が響く愛らしい音色、私たちの心を一つに紡ぐ。お正月の祝い色とりどり飾りつけ、幸福の祈りを込めて踊りましょう。光が差し込む希望の息吹、冷たい空気に皆さんどうでしたでしょうか。今回のスノー AI 続きの歌詞専用ビルダーとね、面白い名前の GPT 図ですけれども、とっても便利で
理にかなった作り方、これができるのが特徴だと思います。そしてスタイルオブミュージックにもありますように、ピアノ曲で J-POP で女性ボーカル、これをすべて周到した形で作ってくれました。僕も日々スノー AI をもっと使いこなせないかなということで GPTs を開発して、またアップデートもしていっています。これらが皆さんの音楽制作、そして今まで音楽を作ったことのない人にも新しいチャンスを広げてもらえる、そんなことに僕はワクワクして、皆さんに無料でこのスノー AI シリーズというのを提供しています。今後とも皆さんの方からも、こんなことやったらうまくいったよっていうようなことを教えていただいたりしながら、どん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 アップデートしていきたいと思っています。今まで音楽制作をやってきた人の中には AI 否定派という方も少なからずいます。でも世の中というのは、音楽のところだけを見ても、僕が音楽に携わった頃はオープンリールとか、そしてダットとかいうような、そんなテープで録音をしてやっていた時代があるんですよね。それから MTR とかいうようなものができて、そして DAW デジタルオーディオワークステーション、このように移り変わってきたわけです。今さらテープの時代はこんな風なテクニックを使ってたんだぜなんて誇らしげに言ったところでですね、その時代にもう戻ることはほぼないわけです。新しい20歳前後のこれからの音楽家の人にはですね、そんな古い話を持っていっていかにも先輩面をしたところで何にも役に立ちません。これからは教える人が、そして先輩がもっともっと勉強する時代、そうなっていかないといけないと思いながら、僕もプロとして十数年やってきたわけですけれども、あえて初心に戻って新しいチャレンジ、これをやっているわけです。皆さんも必ず時代はこちらの方向に向かって進んでいきますので、なるべく上手に AI を活用し、そしてその中で音楽の知識であったり、サウンドのいろんなノウハウ、それらをつけていかれることを僕の方からは提案としたいと思っています。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。